はい、これがね、この間からね、紹介させていただいてる、うちのね、黒猫のゴマちゃんです。はい、ゴマちゃん。はい、目が光ってるけど、ゴマちゃん。はい。皆さんに、ご挨拶は、ゴマちゃん、こっち向いて、YouTube 見てくれてる人にご挨拶は、うちのね、ゴマちゃんはね、前も紹介させてもらったと思うんですけど、脳仏をね、触られるのがこう大好きなんですよね。ねえ、ちょっとね、不気味ちゃんなんですけどね。それでもね、私にとって宝物なんで、毎度毎度言ってるんですけどね、親バカ動画になって、この動画がね、なんかこう、ゲーするわけでもなくね、なんかこう、見てて、うわ、楽しいっていうような動画じゃないんですけどね。ただ日常のね、うちのね、黒猫ちゃんのゴマちゃんを映してるだけなんですけどね。まあ、親バカのね、問答しね、分かっていただいたら嬉しいかなとね。ね、ゴマちゃん。ゴマちゃんどこ行くの？ゴマちゃんどこ行くの？じっとしなさい。YouTube の人にみんなご挨拶は？はい、はい、ご挨拶は？うちのね、ゴマちゃんはものすごいね、恥ずかしがり屋さんなんでね、じっとしないんですよ、ほら。落ち着きのない子なので、はい。こら。みんなに可愛いお顔を見せてあげてください。ね、僕真っ黒やけど猫ですよって。はい、黒猫ヤマトの宅急便ですよっていう。ね。はい。まあね、こんなちょっとしょうもないね、たわいのない動画になっちゃったんですけどね、これからも私、ゴマをよろしくお願いします。ね。でね、ゴマちゃん頼んで、チャンネル登録もよろしくお願いします、にゃーって。はい、またね、うちのね、シマちゃんが参戦しに来ました。仲がいいんですよ、ほら。ペロ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 ね。はい、シマちゃん、はい。ゴマちゃんをペロペロしてあげてください。はい。まあね、こんな感じの動画になりました。